はるみさん、こんにちは。あかんです。ということで、まあ、次の月曜日からですね、とある魔術の金賞目録とのコラボ第2弾っていうのがね、開始するんですけども、まあ、あと3日ということで、まあ、カウントダウンプレゼントマッチが多分これ毎日更新されるんでね、ぜひ忘れずに50ガチャポずつ取っていただけたらなと思うんですけど、本日ですね、新しいキャラクターの、まあ、画像っていうのが発表されました。そのキャラクターたちがこの2体になっているんですけど、これが果たして明日になったらまた1体ずつ追加されていくのが、この2体だけの実装なのか、それはちょっとね、今のところ分かってはいないんですけど、まあ、少なくともこの2人は出てくると。でこの子たちの画像っていうのをどんどん明るくしていくことによって、まあ、どんなキャラクターかっていうのはね見ることができるんですけど、まあ、左側に関してはですね、ミサカ妹、まあ、シスターズとも言われていたりするんですけど、まあ、前回第1弾の時に登場したミサカミコといるじゃないですか。まあ、あの子のクローンとなるキャラになっております。で、まあ、白猫デニス公式ツイッターのリーク映像みたいなのあったかなと思うんですけど、そのうちの銃バーって乱射してるやつが多分この子なんじゃないかなと思います。で、まあ、このゴーグルとかもついてるんで、カルマみたいな感じで軌道とか見えるような性能があるんじゃないですか。で、ミカがですね、この黒子なんですけど、この子はですね、テレポートする性能がついております。なので、まあ、瞬間移動であったり、ダイブとか、あとまあ、ラインズマンミエも持ってたりするんやけど、そのなんか、一定確率で相手を転移させる能力とかもあったりするんですよ。そういうのも、ありそうな感じはするんですけど、とりあえず今のところはこの2体が登場いたします。まあ、というわけで今からですね、久しぶりにラインズマンミエをちょっと使ってみたいなと思うんですけど、まさかの相手にもラインズマンミエがいるっていうね。そんなことがあるのかって感じではあるんやけど、相手キアラおるからね、ちょっとキアラに勝てないっていうのがちょっと正直きついなと思うんやけど、まあ、相手がキアラ出さないようにちょっと頑張ってね、有利キャラを出していきたいなと思うんやけど、どうなんやろな、うまいこといくかな。まあ、とりあえずはちょっとこの子で SS 貯めていこうかなと思ってるんやけど、相手がキアラ出すよね。まあ、この子はエアモードできひんくなっちゃうから、まあ、これを出すことによってキアラ出す意味なくなるんじゃね？全然出してくるわ。で、まあ、今日の段階で2人しかね、出ていなかったんですけど、どうなるんかな？なんか、最近ってさ、1体か2体での登場ばっかりじゃないですか。なので、まあ、もし複数体出るのであれば、2体2体で来るのか、それとも今回2体だけなのか、とかあるんやけど、まあ、何、とある魔術の金賞目録3とコラボするわけじゃないですか。なので、まあ、ちょっとそれを調べてみたんですけど、書いてるキャラクターの中にね、あの2人はなかったんですよね。何やったっけ、上条東馬主人公の子と、まあ、インデックスと、あとアクセラレータと、美坂美琴と、あともう一人ちょっと僕が知らないキャラクターがいたんですけど、多分なんかあの子も強い、なんか YouTube でね、ちょっと見たことあるんですよね。アクセラレータとそのなんか見たことない子が戦ってるみたいな。ちょ、よかったら著作権的に載せちゃダメだと思うんでね、よかったら調べてくれたらなと思うんですけど。まあ、あの子たちが一体も出えへんのは多分違うと思うから、まだ追加されるんじゃないかと俺は思っていたりはするんやけど、どうなるかってことやね。やったまあこの子最低手だけども出してアウトしないからね、飛びつきは。というわけで続いてはですね、相手の軌道を見ることができるカルマを使っていきたいなと思うんですけども、相手の編成がエンマとテレシアと、リルテッドっていう感じになってるんやけど、もう今正直ね、カルマ厳しいんすよね。だってまあちょっと前にもね、結構厳しかったんですけど、この子ってハッキングすることによって相手にね、地縛り付与するんやったかな。だから瞬間移動できなくなるんですよ。なので、まあ結構ね、良かったりはするんですけど、あれがきついんですよ。名前忘れた。MVP フラー。あれって空中型ギミックでハッキングするっていう性能になってるんで、空中型ギミック向こうついてる MVP フランがね、瞬間移動し放題っていう、まあ、最悪の状態になってたんですよ。で、そっから、まあ、これエンマとかいうね、めちゃめちゃスインゲで広い子と戦わなければいけないんで、まあ、どうしようもないし、まあ、こんな解除みたいなんとか SS とかしてこられてももちろん戦えないし、やだ、これ。でもこれワンチャン点取れるぞ。ただ、そうか、この子雪コート適性持ってないからそこが厳しいな。でも俺今レフコス持ってるから、これいったやろ。これあともうワンポイント、根性で取ればいいけど、どうしようかな、これ交代させない方がいいな。ちょっとダブホールするわ。ダブホールして、で、相手に交代後のポイント返し1秒間自動蓄積を使わせないと。それで、まあ、セーズゲージを 25%、まあ、得すると。これでね、普通に打ってしまうと、またリルテッドで捕まえられて終わりみたいなパターンがよくあるんで、普通にリルテッドで来ちゃうの？もしでも、多分相手交代時なんですよ。なので、わー、SS もう一回できるのスルーしよっかな。これやばいかな。A 段かな、これどっちやろ。相手 SS ゲージなんぼ。この子 SS ゲージを見れるんいいよね。で、まあ、銃で撃つ性能とかさ、こんなんさ、白猫テニスにどうやって実装するんかな。あ、この子グレストーン持ってるんや。素晴らしい。よいしょ。ただ、ノクバー結構強いな。ただ、これで後ろ下げると。あ、この弾もめっちゃアクセラ風やん。いや、でもさ、この弾よりやっぱり当時のアクセラレーターの弾の方がやっぱ取りにくかったよな。やば。だって、カルマのやつって多分着弾固定やんな。オンザラインになったことがない記憶があるから。あ、そうやね。着弾固定っぽい位置に止まってんな。だから、
ねえ、もしあの子が今回実装されるかちょっとあんま分かれへんっていうのと、あと第1弾のキャラがね、まあ、新解放など来て強くなるかどうかは分からへんけど、もし来たら絶対やばいよね。で、まあもしそうやって強くなるんであればガチャがね新しく復刻したりもするんで、第1弾第2弾どっち選んだ方がいいんだって感じになるかなと思うんですけど、まあ難しいっすよね。でもまあ花嫁何だっけ、五等分の花嫁コラボ第2弾の時も第1弾のキャラ強くなったわけじゃないですか。で、その時はまあやっぱ2弾の方が強くはあったわけですよ、一応ね。だからまあ、多分2弾の方がいいかなと思うけど、だからこれ SS ゲージ見れるのめっちゃいいな。めちゃめちゃ把握しやすいやんか。よいしょ。で、このなんか、まあ、ドゥドゥンドゥドゥンで結構点も決めれていけるはず。あ、てか、ツルツル。あ、2回ストーム出んのか、その子強っ。戦いずれ、このさ、ノクバとさ、ツルツルの組み合わせ、超凶悪じゃないで、スマッシュめちゃ早いんじゃん、これ。あ、危ねえ。で、俺、冷え打てるから、あ、これは一回スマッシュしようかな。一回スマッシュして、ちょ、前に行きたい。前に行きたいのに、無理無理無理。行けベクトル、いや、俺は、これベクトルショットって名前やったっけ、このカルマのやつも。方向変化ショットやったか、あ、それは1かか、ちょっとややこしいな。あ、決まった、やったやっぱこの軌道はロマンありますよね。はい、というわけで3戦目やっていきたいなと思います。まあ1戦目の時はね、ラインズマンは一瞬で終わってしまったので、ちょっともう一回使っていきたいなと思うけど、赤髪の冒険家は相性が悪すぎるからな。で、イオリも勝たれへんかったんやったけど、どうやったっけ、ちょっと相性覚えてないな。できれば MVP シャルとか会議クロカあたりが来てくれたら、ちょっとだけね、いい試合できるかなと思ったんで、あれやったんやけど無理でしたね。で、ほんでカルマあれやってね、方向変化ショットでしたね。で、まあ、大元のアクセラレータはベクトル操作ショットでした。はい。噛みすぎ。え、どうしようかなこれ。スルーでいいかな。本来やったら SS 封印してから SS 打つんやけど、まあ、ちょっと今回はエルミを使いたいんで、まあ、スルーすると、さあ、相手は、私が何を考えてるか分かってるかな。いやー、これでも勝たれへんのよな。まあ頑張ってみるけど。だって相手 E1 ギミック生成するからさ、瞬間移動の敵でしょ。で、しかも相手打球効果無効があるから、まあ、相手を転移させることももちろんできないでしょ。で、ラケット落としもこれ空中型ギミック無効ないから効くでしょ。でもラケット落とし向こうつけたらな、まだもうちょい耐えれるよな。でも厳しいよ。イレバンギミックあんの厳しいよ。よいしょ、やばい。でも意外と避けれるかも、この弾自体は。いや厳しいかな。いや、ほら見て、この飛びつきの短さ。いや無理。この落ちたタイミングで SS 打たれたら終わりやんな。でも相手縮むんや。おえ、あ、そうか、相手空縮め向こうないもんな。縮んだらまだワンチャンあるかも。でも前に行かれへんわこんな。ああ、いい。ああ、これは、あれちゃうの。あ、でも、愛で、なんでイレバンギミック作られへんのかが分かれへん。イレバンギミックを、作られたらあれやけど、作られへんでやったら結構いいかも。で、多分あれやな、俺がラケット落ちてる姿見えたから、ラケット落としの方で、ちょっと得点を決めようみたいな。しかもまあ、地面型ギミック無効やからさ、イレバンギミックの時に生成するダメージ、あれはまあ、効かへんわけやんか。だから、まあ、それは意味ないと思ったのかな。おいいよ、いいよ。いや、あー、もっとメタキャラ出てきた。瞬間移動ワンポイント感できひんやつ。絶望でしょこんな。しかも判定弱体がジャスト確定もなくなると。で、この弾よ、無理無理。で、これあれね、ポイント終わったらまたスペシャル復活してるから、それでまた瞬間移動できなくします。やめてくれー。よいしょ、バーンやって、で、こっから温度サテライト。どう、ダメでした。よいしょ。いやー厳しいよなー、ほんまにメタキャラすぎんもんな。なんでそんなメタキャラばっかりおんの、相手に。おかしくない？あ、これいったんじゃ、ウィンじゃ今の。おい、あ、ワンジャルワンジャル。これは勝ちたい。マジで勝ちたい。いや、俺はこのまま行くよ。え、これ瞬間移動できるやん。あれワンポイント感だけやんな、秒数じゃないよな。大丈夫やんな。やばい、ラケット落ちるけど SS 定番どう？お、やった。今日なんかフリータイム多いけど、なんか買ってしまうみたいなパターン多いですね。まあ明日またね、来るかもしれないんですけど、一応まあ今んとこ2体は多分確定だと思いますので、ぜひ楽しみに待っていただけたらなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。